はい、こんにちは、アキランチです。今回は、レトルトカレーのめちゃくちゃ美味しいやつがね、はい、見つかりましたんで、皆さんにお伝えできたらなと思います。ということで、もう早速ね、商品紹介します。セブンイレブンからのこちらです。金のビーフカレー。これがめちゃくちゃ美味しいんですよ。今までレトルトのカレーやったら、ボンカレーが一番でした。でもね、金のビーフカレー、こいつが現れたらね、もうボンカレーなんて食べない。いやまあそれは言い過ぎ。ボンカレーはまあ安いんで、あのコスパであのうまさはね、はい、これからも愛したいと思ってます。いやー、セブンイレブンのこの金シリーズは以前からも好きで、めちゃくちゃ種類があるんでね、はい、食べてました。がしかし、このビーフカレーはそんなに興味がなくて、今まで一回も食べたことなかったんですよ。所詮レトルトのカレーやろって、はい、思ってて矢先ですよ。ショート動画でね、はい、上がってると思うんですけど、今日ガチレビュー。まあ今日ガチで食べた結果、もう、言葉にできない。まあ、言葉にしてるけど、言葉にできない美味しさ。もう脳みそにね、ガツンってくるあの衝撃的、はい、衝撃がね、走ったわけですわ。なのでもう皆さんにぜひ食べてほしい。はい、こちら、金のビーフカレー。何度も言います。金のビーフカレー。赤ワインで煮込んだ柔らかい牛肉。バターのコクと18種類のスパイス香る欧風カレー。ちなみに600ワット。まあ、電子レンジで2分40秒。ボイルやったら約6分ということに書いてます。早速食べていきます。はい、ってことで温めてきました。こちらをね、かけていきたいなと思います。ちなみにこのカツはもうほっといてください。いやー美味しそう。はーい、素晴らしいですね。では早速もう肉からいただきます。うわうまー。ほんまにネタっぽく言ってるけど、めちゃくちゃ美味しいです。辛いのが苦手な方でも全然食べれるような、辛さの控えめなカレーなんで万人受けすると思う。もう肉が牛すじみたいな感じなんですけど、全然パサパサしてなくて脂身が乗ってる牛肉なんですよ。で、肝心の味はスパイス、コク、旨味、深みとか全部うまさが詰まったカレー。これはそれしか言えない。これご飯の比率がおかしいなと思ってる方多いと思うんですけども、全然いいんですよ。もう白ご飯がうまい。うん、カレーがちょっとかかってるだけでいける。うまっ。この特上ロースカツといただきます。なんかうまい。あー最高。毎日このカレーでいいっていうぐらいうまい。止まらん。米2合ぐらいでも足りない美味しさ。うん、米大変。ほんまうまっ。ごちそうさまです。はい、ってことで今日はセブンのビーフカレー、金のビーフカレーね、めちゃくちゃ美味しいのでぜひ食べてみてください。ではお疲れ様。